広島県秋田方市の石丸市長の指揮会や会見での言動が注目されるようになりました。彼のやり方は正しいと思いますが、適を作りやすいと感じています。というか、政治の動し方をして石丸市長のやり方をどう評価しますか議員の人がその J アラートが機能しなかったことに対して、その、 秋高田方氏はどのようにするのかみたいな質問を議会でしたとこですよね。僕もその場にいたら知らんがしか言えないと思うんですよ。だって J アラートやってるの秋高田方氏じゃないもん。<laughs> <laughs> 要は、国がやってる J アラートがうまくいきませんでした。それに対して市長どう考えますかうん、知らん、知らんかな。<laughs> これ以上答えられなくね。<laughs> 頭の悪い人に対して、あの、きつい言葉で返すっていうのは、確かに、その、あの、考慮には欠けてるかもしれないけど、でもあれ知らんかないが言いようないでしょう。むしろその、石丸市長の問題というより、あの質問をする議員の問題だと僕は思うんですよね。 質問する人数も質問する時間も限られてるんですよ。であれば死に関わる質問をすべきなんですよ。その飽きた方死に何の権限もないことを聞くのは時間の無駄じゃないですか。だから僕はそのなんか敵を作ってる市長が悪いってなるんじゃなく死の管轄業務が何なのかもわからないことを質問する議員ってどうなのっていう方に 問題があるんじゃないかなと思うのですが、アベプラの飽きた方市長の会、市長の話だけで結石様みたいでした。私は視聴師ですが、あれは不明だと思います。アベからネット討論番組では多いとか、私であれで喜んでる人がいのはいじめでこずにいていてがっかりです。不正な喧嘩だ。最後の相手も読まなく言っておらましょう、まあ。結局相手も呼んだ方がいいとは思うのですけども、まあ、多分呼ばないだろうなと。で、呼んで相手が言ったとしても、 あの市長が言うううことは変わらなないいだろうなってののもあるので全員呼べればいいけど、呼べない中でやるにはこれぐらいしかやりようがないよねっていうので、相手の議会の方も文句言って出てくるんだったら、それはそれでありなんじゃないかなっていう。要は、最初の段階で全員呼ぶことはできないので、市長を呼んで言わせたんだから、それはあの部屋のね、じゃあ俺たちにも言わせろっていうので、それを断ったら僕は良くないと思うんですけど、言わせろって言ってくるのであれば、じゃあ言わせる会を作りますっていう形で、何回かに分けて中立性が保てればいいんじゃないかなと思いますけども。 先日の北九州市長選挙見ましたか見てません、えー、与野党を入り混じって推薦もらった候補が負け市民目線の推薦なしの候補者が勝ちました16年ぶりに市長を代わる選挙に投票率低くてがっかりしましたそこで今後北九州は以前のように元気で活気のある楽しい街に戻ると思いますかひろきさんの視点でご見解お願いしますえっと全くわからないんですけどただあの今までとは違うことをやると思うので結果として活気は生まれると思います 要はその、今まで通りのことは嫌だよねっていう人たちが多数派だったってことなので、で、その今までのことが分からない人が市長になるので、多分、やっちゃいけないこととか、あの、なんでこんなんするのみたいなこともやると思うんですよ。で、その結果、いろんなハレーションがあって、失敗とか成功とかもあると思うんですけど、福岡市長が、確か屋台ぶっ潰したんですよね。 元々福岡ってあの屋台がいっぱいある地域だったんですけど、これはあの僕ちゃんと調べてなくてあのふわっと聞いた印象そのまま言ってるんですけど、なんとなくその屋台とかって変な利権になってるから、それもなくした方がいいんじゃないのみたいな敵やみたいななんか昔ながらをそこでやってる人がやってるからそれ良くないんじゃないのみたいなので、なんかその敵やとかを排除する仕組みを作ったらしいんですよ。それがやっていいかどうかもわかんないからやっちゃったらしいんですよね。 で、やっちゃって、なんかすげえトラブったらしいんですよ。<laughs> でも、やっちゃった結果、トラブったんだけど、でも、その、敵や的な人が減って、割と良くなったらしいんですよ。っていうのが、もともと、そういうなんか政治の仕組みとか、社会の仕組みとか、やってる人だったら、やっぱりなんか、トラブル起こるから手出さない方がいいよね、なると思うんですけど、なんか知らんからやっちゃったらしいですよね。築地も潰れて豊洲になったじゃないですか。 で、あの、築地潰すのって、すげえ反対多かったじゃないですか。豊洲はその、なんか安全かもしれないけど安心がないみたいなことを言う頭のおかしな人がいたんですけど、今、豊洲って何かトラブルありますかっていうと、ないんですよ。 なんかあのまあ築地みたいななんか観光客が行っても面白くないよねとかはあるんですけど結果として別になんかその衛生問題が起こるかっていうと起きないし別になんかその豊洲になったかでトラブルありましたかっていうとないんですよ。ただもう築地がなくなる時ってすごい反対いっぱいあったじゃないですか。なので結局そのなんかいろいろ言われるんだけどやってみたら問題ないよねってなっちゃうんですよね。 なのであのそういうその何も考えてない人がとりあえずやってみるっていうのでやってみた結果実はやってよかったよねっていう風になったりするのでなのであの僕は若い人とかその経験のない人がいるっていうのは物事に変化が起こるので結果としてはよかったってことになるんじゃないかなと思います。 その、今まで通りをこのままやり続けたとしても、もう悪くなる道しかないよね。じゃあ、新しいことをやってみた方がいいよね。で、それがうまくいくかうまくいかないのかわからないけど、少なくとも新しいことをやってみるというのはありなんじゃないかなっていう派です、僕は。 私も優秀な高島市長を率いる福岡市に引っ越したいな山口ですが、諸事情あり引っ越せません。お弁当をマユ作ったことないだろう市長や市役所の役に市議会を動かそうとしてどのような切り口で進めるのが良いと思われますか？議員さんを動かすには結局票を集めるかお金を持っていくかのどちらかになるんですよ。今そのこれだけ困ってる人がいっぱいいます。例えばじゃあそのなんか署名で1000人の署名を集めますってなると、じゃあ今度の選挙の時に。 これをその中議題にして議会に持ってきますって言ったらこの1,000人が俺に投票してくれるかも私に投票してくれるのもかもっていうのでその期待をしてじゃあその,あの提案乗りますよみたいな政治家がいるのでなんで数でいくかもしくはもう単純に献金してあのこれ通してくれたらさらに500万出すので今500万持ってきましたみたいなのでいくので金かか票のどっちかですあの残念ながら正義とかで物事が進むのであればもう進んでます。 夫婦別姓問題とかもそうなんですけどそのなんか夫婦別姓の方がいいよねという派閥と夫婦別姓なんてよくないよねと思ってる派閥がいますと。でどちらもどちらの正義があって言ってるんだと思うんですよ。 同性のの夫婦の名前を今から変えてててくださいって言っ言るわけではありませんなので夫婦同性にしたい人はどうぞ同性のままで良いですよとでも私たちは別姓がいいですっていう人は別姓でいいんじゃねえのっていう側の論理とでもその夫婦別姓というのを進めてしまうとその姓というものをその西村だったりっていうのをこう引き継ぐっていうそのなんかあの日本が代々続いている戸籍制度自体が壊れてしまうので戸籍制度が壊れてしまうことによってその家族と 先祖というななくなってしまうからそういうなんか古き良き日本の文化がなくなってしまうのではないかみたいに考える人もいるみたいなのでそ部とどっちが正解とかどっちが合理的に正しいとかではないんですよ。そどっちが正しいかで決まらない場合はもうあののこれぐらいそのなんか表が取れますよか。金かか金っていう2択になるのでなので基本的にはお金がないとかそ,のそれを支持してくれる人数がいないというのはなかなか通らないんじゃないかなと思います。 僕の政治的正義は人物金です。土地やインフラ格差もありますが、人員がいれば雇用の機会も増えるし、物資も増える。税金が高くてもその分給料があれば解決するのに政治家がしないのはなぜですか昭和の時のように未来に任せた結果、不景気のまま楽観的か自分がなくなったとこの考えでないと思います。また現時点で社会全体について有能な前任の政治家、10年以内で有能だった政治家は、関係者は誰ですか もう善人というか悪人という,こう基準で判断するべきではないんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけど政治家というのは目的は何かというと国民から投票されて政治家でい続けることが目的なのであれば多分自民党の政治家は成功していますなのでその日本経済を良くするのが正しいよねと思ってる人たちって少数派なんですよ で、今でもその自民党と公明党に皆さん投票した結果が、過半数の人が自民党と公明党の政治家というのが現実なので、で、あの国民の多くが思う人が投票し、で、その人が政治をやるというのが民主主義としては正しいということなので、なので、その今の日本経済を、え、の状況にした政治家が悪だよねと考えるのは少数派です。 多数の人が考えるものが正義であり善であるというふうに考えるのであれば、今の自民党と公明党は正しいということだと思うので、なので、その善とか悪で考える限り、自民党と公明党は善だよねということになってしまうんじゃないかなと思いますけども。